松崎沢典、全日本史上初の4連覇がかかった松崎、日本空手界新たな夜明けを迎えた歴史的一戦となった。清水良介、よみがえる侍、居合斬りに似たその組手スタイルは確実に相手のラインを破壊、立つ組手を叩きつけた炎のような戦いを見せつける。ついにこの時が来た。松崎沢典が伝説の扉を開けるのか、それとも2年前の雪辱に燃える清水が初優勝の栄冠とともに阻止するのか。松崎史上初4連覇をかけた歴史的一戦が始まった。
沢典が31回を数える全日本大会において史上初の4連覇を成し遂げた。今ここに史上最強の王者松崎伝説が刻まれた。